はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は偏差値65への算数、公約数、最大公約数の問題をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私、竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。改正中の問題です。3つの整数あ、い、うがあります。あといの最大公約数は21、いとうの最大公約数は35、あとうの最大公約数は98です。あといとうの合計が1000以下です。あは四角、いは四角、うは四角ですと。いう問題ですね、これね。さあ、あといの、あといとうの3つの整数だ。あといの最大公約数が21。つまり21っていうのは 3×7 ですから、あにも 3×7 が入ってるわけです。いにも 3×7 が入ってるわけです。で、そして、いとうの最大公約数は35です。いとうで比べると35が入っている。つまり 5×7 が共通して入っているわけです。で、この7はこの7にありますから、いはこれに5が加わりますね。うは 5×7 が完全に入っているわけです。さあ、そして、あとうの最大公約数が98。さあ、あと、うの最大公約数が98ということは、98は素因数分解をすると2で割って49、77ね、277です。 2×7×7。 さあ、兄は 2×7×7 が入っていますね。で、この中に 3×7 で、7はもう1個入っています。2もここに加わるわけです。7がもう1個加わるってことね。あはね。あはだから 3×7×2×7 が最低でも絶対入ってるわけです。そして、うの方はというと、 5×7 があった上で 2×7×7 が、共通で入ってるわけですから、この7はでも2個ですから、こっちに1個ありますから1個だけね。で、そして2も入ってると。そうするとね、あは 3×7×2×7 最低でも。いは 3×7×5 最低でも。うは 5×7×7×2 です。で、計算するとね、あは 3×7 が 21×2×7 は42で、2714、7、7、7、7、294ってことにまずなります。いは 3×5×7。 3×5×7 は3515×7、これ105。うの方はどうかというと、 5×7×7×2 です。7535、2と先にやって、70、70×7、77490で、これ足すと400、500、600、700、880、889ですから、ちゃんと1000以下っていう条件も満たしていますよね。そうすると、これでいいかなと。いうことになるわけです。あは3727が共通で入っていて294。いは3と7と5を掛け合わせたものですから105。うは5と7と7と72を掛け合わせたものですから490。っていうふうに、なるわけです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。